回の仙川劇場ニュースは演劇プログラムをご紹介していただけるんですよね。はい、今年もやります第6回目となりました仙川劇場演劇コンクールです。本選自体は3ヶ月以上先になるんですけども、現在仙川劇場では、出演団体を募集しております。こちらはどんなコンクールになるんでしょうか。はい、舞台芸術活動を続けている団体を対象に40分の作品を募集しています。一次審査で6団体を選び、本選では2日間にわたって1日3作品ずつ上演します。そしてグランプリとオーディエンス賞を各1団体に、また演出賞、脚本賞、俳優賞といった個人賞を演劇の専門家を中心に選びます。なるほど、選ばれた6団体がグランプリを目指して競うコンクールなんですね。はい、今回は去年と一昨年のグランプリの代表の方に来ていただきました。はい、第4回コンクールグランプリシアターモーメンツの佐川大輔さんと、第5回コンクールのグランプリ劇団埴輪製作所の畑野篤弘さんです。佐川さんと畑野さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて自己紹介お願いします。はい、シアターモーメンツという劇団主催しております演出家の佐川大輔です。劇団埴輪製作所の主催をしております畑野篤弘です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐川さんの団体は第4回、そして畑野さんの団体は第5回のグランプリ受賞団体ということなんですよね。はい、お二人やはりこのコンクールがきっかけでこう交流するようになったんでしょうか。これから交流したい。そうですね、見てください。実はお互いに、はい、このコンクールの前の段階で、うん、芝居を見てたんですよ。あ、そうなんです、うん、そうなんですか。でたまたま埴輪製作所さんの役者さんに僕のとこ出てもらって、見に来てもらって、で僕が実はグランプリを取った受賞記念公演っていうのを1週間ここでやら、仙川劇場でやらせてもらった時に見に来てもらった。はい、拝見して、そんでその時にチラシに次の仙川劇場演劇コンクールというのがありますよというのを見て、一応参加してもらった、ね、そうなんです、はい、その次の年に。まあ、言うなれば僕がグランプリで取らせてあげたみたいな。まあそういうことになりますね。、はい、そういうなんか縁があったんですね。そういう縁があったんです、ね、そういう縁があったんです。今その佐川さんのお話にもありましたが、見事グランプリを受賞した団体はこの劇場1週間無料で貸し切ることができるんですよね。そうなんですよ、はい、これはねちょっとお金にはいろいろと難しい、劇団にとっては美味しい。そうですよね、はい、その他に何かこう作品を通してなんか得たものってあるんでしょうか。横のつながりがすごくね、コンクールって言って、はい、僕の時8団体だったんですけど、8団体の方と今もね5団体ぐらいとはもうつながって、でいろいろやらせていただいたりとか、はい、仙川劇場さんのその後もその、なんですか、コンクールをきっかけに仙川劇場さんのいろんな企画に、はい、こうなんていうんですかね、かませてもらうことがすごく増えて、僕的にはすごくアーティストとして自分だけの作品を作るではないところにちょっとずつ広がりが出てきたっていうのはありますね。なるほど、演劇どうやって続けていこうかなってくよくよしてる時に、まあ受賞させてもらったので、もうちょっと続けてもいいのかなっていう、なんかそこで力づけられたといいますか、はい、はい、僕もそれが自信になりませんか。いや本当その通りです、僕もコンクール取れなかったらやめようぐらい思ってた。あ、そうですか、ね、はい、一発勝負だからこその何とも言えない緊張感が客席に伝わるんですよ、だから見てる側もすっごいドキドキして、自分がやってる時こうだったんだなと思いながら見ましたよ。またそれもまたコンクールの醍醐味ですね。いやだと思いますよ、はい、勝負っていう感じが各劇団あるそうですよね。このコンクールどんな劇団に出場していただきたいっていう思いがあるでしょうか。どんな劇団さんもね、はい、応募してきても大丈夫だと思いますよ。うん、だけど、はい、できるならなんていうんですかね、こう、社会に発信していくよっていう、はい、意気込みがある劇団さんが、はい、来てくれると僕はいいかなって気がします。なぜならやっぱ仙川劇場って地域に根ざした劇場なん で、いらしてくださるお客様もね、はい、調布の方もいらしていただくんで、はい、そういう方が残ってもらえるときっと広がっていくんじゃないかなっていう気がします。前衛的なもの、アバンギャルドなものから、人情喜劇とかまでどんなのも多分懐深く、受け入れるコンクールだと思うので、やりたいことすごく強く持ってる劇団さんが一番強いんじゃないかなって思いますね、うん、
たあのお二人がね出場したことによって活動の場活躍の場がねさらに広がりましたからね、はい、そうですね、そういうふうにこれから広がっていきたいっていう、あそうですね、はい、そうですよね、ちょっと僕らみたいにこう先行きがないっていう人たちほど、コンクールへぜひっていう、ぜひありがとうございます、はい、気軽にぜひ皆さん参加していただきたいと思います、ありがとうございました、ありがとうございました。このコンクールに出場するには応募はどうすればいいんでしょうか。はい、4月15日までに所定の応募用紙と DVD を合わせて劇場に郵送していただくか直接持ってきていただきます。応募用紙はホームページでもダウンロードが可能です。さらにですね、コンクールの中で市民審査員というのも募集しておりまして後日そちらも発表になる予定です。はい、はい、たくさんの劇団の方に挑戦していただきたいですよね。はい、ぜひにです。はい、皆様のご応募をお待ちしております。